特徴的なこの桜、はい、部屋です。大正時代の雰囲気ね、欄間見て、ほら移動すごくないこれ。どうも、秋赤千代田です。 SDGs 今日はですね、あちら大磯駅とかでしょ、神奈川県大磯町にやってきました。今回のお家ですね、注目は駅から徒歩10分です。そしてそのお家から海まで15分、むちゃむちゃ近い、しかも静かないい物件ですので、いろんな使い方できると思いますから、今日も楽しみに行きたいと思います。このチャンネルでは実際に買ったり借りたりできる魅力的な空き家を全国飛び回って紹介しています。毎週新着を上げていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。はい、皆さん到着いたしました、こちらです。ドン、はい、見てください。まず特徴的なこの桜、これ桜の木なんです。3月4月最高に花が咲くらしいです。キラキラキラっとこう、じゃあ行ってみましょう。はい、ここからアプローチになりますね。まあ車1台ここ止めれるかなというふうに思います。玄関こちらです。いいですね、このアプローチ。早速入らせていただきたいと思います。失礼します。はい、玄関土間でホールがあります。玄関ね、このスペースね、ちょっと広めなんですけど、このお家実はもともとですね、茶室やったんです。お茶を立てる茶室で、これ大正時代の建物なんですけども、昔はですね、お隣の大きな家があって、そのとこの茶室やった。でその茶室を引き屋って言って建物をこう動かすんですね。動かしてこの位置に持ってきて、そして住宅にしよう。趣があってですね、すごくいい物件なんですよ。はい、縁側最高ですね。この縁側何が最高って、はい、見てください。こちら庭なんですよ、この桜の木。ここで春にこうやって座ってですね、花見するわけですよ。こうビールとかね、片手に。いやー、いいなー、ほんまホッとする、静かで。皆さんちょっと想像できたでしょ、いいでしょ。で縁側があって、はい、部屋です。じゃん、ここちょっと皆さん、これ6畳なんですよ。6畳に見えないですよね、広く感じないですか。そうなんです、実はここ京間というサイズ、京都の京に間って書くんですね。皆さんがよくご存知な畳の大きさってのは江戸間っていうサイズなんです。で実は京間の方が大きいんですね、畳1枚が。なのでこのお部屋が大きくなってるんです。プチ知識です。ここ今ね、襖ないんですが、収納上下あります。奥行き広いです。でこちらも収納ですね、あります。この6畳の中にこれぐらい収納2つあります。はい、そしてこっちもう一つの部屋、ここも6畳です。いいですね、6畳ここもですね、収納、ここが半玄間、半分ですねの収納が上下ついてます。そしてこちらも棚下ですね、ここに収納がついてる。やっぱりこう、もともと茶室ということで、やっぱ趣がありますから、見てください。はい、天井高いですね。そしてこの大正時代の雰囲気ね。そしてはい、こちら見てください、出ました、欄間。欄間ですね、鶴の欄間。これも歴史感じますよね。いいですよね、こんなないですよ。まあ、こういう雰囲気があるからこそ、この落ち着きがある、これはね、建物の僕力だと思いますね。そしてね、こちらもこの雰囲気見てください。この天井の高さのこの障子、おしゃれですね。でさっき僕実はテレワークしてたんですけど、むちゃくちゃ静かです。だからこう執筆するとか、ここで集中して仕事するとか、最高の場所だと思います。でここを仕切ることもできますので、個室にすることもできる。いいでしょ。水回り行きましょう。次にじゃん、キッチン。ほら、むちゃくちゃ可愛いじゃないですか、これ。このタイル、これね、
お掃除したも最高です。この雰囲気がもうむちゃくちゃいい。でガスコンロはねちょっと変えた方がいいかもしれないですけども、かわいい。ここ窓もありますね、窓もある、風通し最高です。でね、日当たりいいですよね、ここね。日当たりのいいキッチン最高ですよ。こっち行きましょう。こちらがお風呂です。お風呂ね広いでね、まあちょっと気になる方は変えたりもできますね。ユニットバス、ここだったら1616というタイプ入れれますし。でこちらトイレです。トイレもね水洗になってますから。でウォシュレットついてないんですが、工事すればウォシュレットつきます。大丈夫です。お庭行きましょう。はい、お庭ですね。じゃん、いいですね、これ気持ちいい、最高ですね。ここ桜の木ね、もう素晴らしい。こんなん切ったらダメです、絶対。もう新しい枝がまたこれ生えてきてる。ちなみにこの近隣ではですね、この桜の木シンボルみたいになってるんです。絶対残したいね、これ。どんな見事な桜か見たいですね。そして夏みかんです。季節外れですけど美味しいですよ、これ食べれるって言ってました。でここだけじゃないです、お庭奥があるんです。実は見てください、ここもみかんになってますからの、見てください、じゃん、裏庭です。畑とかね昔ちょっとされてたみたいですけど、存分に使っていただけます。で気になったでしょこれ、ちょっと皆さん、井戸ですよ、井戸。ちょっとねパッキンがね削れてるんで出ないんですけど、出ます、これちゃんと変えたら。でちょっと中見てみます。これおーすごい、見てほら井戸すごくない、これ声響いてる。これあったかいよね、ほんでむちゃくちゃあったかい。井戸水はね冬があったかくて夏冷たいんですよ。こんなんで果物冷やしたりとかしたら最高やな。そして稲葉の物置使います。多分100人乗ったら崩れると思うんでやめていただきたいんですけど、使います、収納としては。で実はもう一つあるんです、これ勝手口あるでしょ、勝手口ちょっと開けてみますね。じゃん、お風呂につながってるんです、まさかの。え、何がいいねんて、何がいいねんて。もう皆さん、お風呂、井戸水、この動線考えてくださいよ。何ができますか、ここに。はい、テントサウナ、テントサウナ入ります。熱い熱い水風呂、もしくはここにビニールのプールでもいいです。冷たい井戸水、スイカ、ビール冷やしちゃう、ちょっと想像したでしょ、やばいですよ、この井戸水で。最高じゃないですか、これ。この裏庭。はい、皆さん、いかがでしたですか、これ。それでは、気になる賃料ですね。お値段、発表したいと思います。6万円です。6万円。で、6万円前後ですね。前後というのはちょっと含みありますけども、まあ、要ご相談をいただきたいということです。でちなみにですね、中の設備変えたいという方はご了解いただいてますので、ご自身で変えていただくことは可能です。でさらに DIY したいなという方がいらっしゃったらですね、これは家主さんに要相談です。ダメということではないんですけども、相談していただきたいと。皆さん大磯この場所、そしてここから海まで15分です、歩いて。この場所で家賃6万円ですよ。こんなお値打ち物件ないですよ。ぜひ皆さんご検討いただいて、どしどしコメントください。お待ちしております。じゃあいいですか皆さん、いつもの行きますよ。ええやん、空き家やん。ありがとうございました。